主役ですね。先生、はい、バナナになります。バナナは1本小 200g です。これをフォークで潰していきます。はい、ここはしっかりと潰した方がいいですか。はい、滑らかな食感にしたいので、今日はできるだけ細かく潰すようにしてください。はい、たっぷりバナナ。この先一般道右左折禁止待ち伏せエリアに注意してください。
皿の上にひっくり返します、はい、軽く振って、はい、しました。はい、空気が抜ける音がしました。しましたら肩を外してお皿に盛り付けてください。きれいに固まってますね。はい、食感もプリプリそうですね。はい、ぐるんとした舌触りが滑らかで美味しいゼリーになっています。では先ほど冷やしておいたマンゴーソースですね。はい、パリとローリで音は出ぜいたく。
が続きそうです。関東から西は晴れて危険な暑さのところもあるでしょう。週間予報、名古屋から那覇です。火曜日にかけて晴れるところが多くなりそうです。札幌から東京です。月曜日にかけて秋田は雨が続いて、来週の東京からも新大西待ち伏せエリアに注意してください。続いて関東甲信越の気象情報をお伝えします。東京都心は辺り一面